はい、街を良くすると細谷秀明でございます。日時はですね、2020年10月の10日土曜日でございます。時間はですね、もう朝のですね、3時ちょっと前ぐらいですね。はい、今ですね、青梅市内をパトロールしているんですけれども、台風情報を兼ねてですね、お知らせしたいと思います。今ご覧の通りですね、台風の影響でですね、雨がですね、ずっと降っております。はい、まあそれほどね、土砂降りという感じではないんですよね。台風接近してきているんですけれども、まあ普通の雨かなぐらいなんですけども、この後ですね、東京の方にですね、だいぶ台風が近づいていきます。ただですね、当初予定された台風の進路よりもですね、だいぶ南の方をね、通過するという情報でございます。はい、今いるところはですね、青梅市のですね、茅ヶ瀬地区のですね、丸藤さんがね、経営しているね、ところに来てるんですけれども、プラザ5っていうね、名前のところでございます。はい、そこにですね、招き猫さんね、カラオケのね、招き猫さんね、入っているんですね。これプラザ5ですね。はい、ちょっと前まではですね、コロナウイルスのね、関係で、照明等がですね、ちょっと自粛ムードだったんですけれども、ここ最近ですね、また、このようにですね、電気がね、点灯しております。夜もですね、明るいですね。24時間営業でございますね。こちらゲームセンターでしょうか。はい、こちらね、招き猫さんでございますね。明るくていいですね。朝のね、深夜早朝ですけれどもね、明るいですね。はい、またですね、台風情報等がですね、新たに入ってきましたら報告したいと思います。街を良くすると細谷秀明でございました。現場からは以上です。